皆さんこんばんは。こんばんは。今バイト終わりで帰ってる途中です。お疲れ様です。バイト、こんばんは。ベッド平気。はい、なんか冬用のあったかい敷布団みたいなの敷いてたから、もうそれを取りました。いつ取ろうって思ってたからいいやってなって。お風呂上がりかな。そう、入りました。1枚目シングル劇場版27枚目達成しました。わー、ありがとう。ひろさんもっこり最高でした。うん、ありがとう、来てくださって。チョコだより好きすぎるのですが、いいキャラやろ。結構ね、我が強いんですよ。お、テッサン、テッサンさん、お誕生日おめでとう、おめでとうございます。おめでとう、おめでとうございます。今日は吉田あかりさんのプロデュースブランド B アイドルのほろ酔いピンクっていう色をねつけたんですけど、なんか薄いね。ちょっと持ってこようかな、もう一回、もう一回っていうかここに持ってこようかな。持ってくればよかった、持ってこようと思ってたんですけど忘れちゃってた。そう、つけたんですけど、春らしいお色味となっておりますが、いかがでしょうか。そうなんです、持ってくればよかった。こんばんは。できてないよね。1年ぶりに、あら、お話が待ってます。1年ぶり、こんばんは。春らしいお色味となっております。なんかあのアイシャドウもね同時に買ったんですけど、のアイシャドウ昨日の公演でもねつけてたんですけど、良すぎてびっくり。チークはね今してない、お風呂上がりなんで、ナチュラルティークです。あの私は3日前ぐらいに行ったのかな、ロフトに行ったんですよ。そごそごのとこのにまだ 4,5 個紙はありました。そう、でもストック欲しいって思うぐらい、なんかね、まあ自分は STU にいるから、 STUでめっちゃ使いやすい色味なんですよ。なんて言ったらナチュラル思考なところがあるので STU って、だからその色味がピンクとかオレンジとかでもない、まあね、そういう時公園とかはそんなんでも全然いいんですけど、なんかまあめっちゃナチュラルなことが求められる時があるんですよ。アーシャ撮影とかそういう時にめちゃめちゃいいぴったりのお色味ですし、そう、何よりラメが綺麗すぎてびっくりしました。めちゃめちゃ綺麗、もうなんか感動しました。ラメに、え、こんなに綺麗なのみたいな、びっくり。ラメのためにストップしたいと思うぐらい思ってるんですよ今、本当に。
あとハイライトが一つのパレットに入ってるのもめっちゃ嬉しいし、めっちゃ綺麗にハイライトも明るくしてくれました。顔をめっちゃ良かった。ラメがめっちゃ綺麗だった。もうね、でもね、限定色なんですよ。それが悔しい。あの昨日僕これありがとうございましたのツイート、あの福ちゃんとのツーショットと暗いところで撮った自分の写真載せたんですけど、その暗いところで撮った自分の写真がね、たまぶたが輝いとんよ。見てくださったら、あ、そうそうそう、これこれこれ、まぶたが輝いてんの。めっちゃ綺麗なんですよ、本当に本当に欲しい。てかずっとずっと残してて欲しい色。なんか似たようなアイシャドウ持ってて迷ったんですよ。そう、買うか迷ったけど、ハイライトがめっちゃ綺麗だなと思ってて、ハイライト目当てでね買ったら全てが良かった。全部の色味が素敵でした。めっちゃよかった。本当にずっとお願い。諸事情により限定になってる。そう、知ってますよ。 YouTube も見たしめっちゃ見てるから、そう、大人の事情で限定でごめんねみたいなことをあかりんさんが言ってたのを見たんですけど、そう、見たけど、見た上でのお願い一消費者からの。口の色が可愛い。なんかあんまり、あ、自分の顔には合わんなって思ったんですけど、この色、色が可愛くて買っちゃったけど、でもなんか意外といけてるかもしれない。似たような色をね持っとったけど、あのめっちゃ人気なんですよ、このあかりんさんの本能のヌードベージュっていうパレットの色味が。そう、だから人気じゃけん買っとくかぐらいでちょっとね買ったんですけど、めっちゃ良かった。なんかあんまり私めちゃめちゃ化粧道具持ってて、そうだからなんか今まで底見えをしたことがあんまりないから、いや2個買うのもなって思ってたんですけど、これは2個欲しいと思うぐらいめっちゃ良かった。半袖じゃないよ。そう、もう結構売り切れてるところがいっぱいなんですよ。MV の中絵にすごい良かったです。ありがとうございます。なんかあんまり自分らしくない役だと思ったんですけど、どうでしたか？私らしかったですか？なんて言ったらいいんだろう、今までやったことないようなキャラだと思ったんで、あー、矢野修二さんぐらいの、あのテンションかな、今までやった中で一番近いのは。ちょっと MV は泣く立ち回り説、他にも泣いてたっけ？ MV 最高だった、イエイ。道的に道らしい役ってどんな感じ？わかんない、そりゃあわからんな。公式サイトにもないから店頭にある分しかないね。めちゃめちゃ人気なんですよ。ロフト、広島のロフトにあってびっくりしました。暗闇で泣いてなかったかな。あ、泣いたっけ。セラーミ、セラーミ道らしい、あ、じゃあセラーミ確かに
さんが書いてくださったあれなので、私に寄せて書いてくださったのかな。アンさんとかひなは道らしい。ひなもおてんば。セラミまた見たい。アンさんはそのままという気がする。本当にあんな人なんだ私。こんばんは。自分で自分のことって分かんないですよね。かわいい口の色。こんばんは。今日は歌おうかなと思ってね。こっちに近くて違うような気がする。本当？演技うまいと思います。嬉しい。私みんなうまい、なんか演技の良し悪しが分かんないんですよ私。本当に自分のもそうだし、人のもそうだし、人がやってる演技も、もう明らか棒読みとかじゃないと分かんなくて、うまい下手が。そうだからみんなうまいなって思って、なんかやっぱ私だけできるっていうものってないよなみたいな感じてたんですけど、そうやって言ってくださると嬉しい。ありがとう。うちの演技うまくてもらえない気する。ほんと？ありがとう。ひなデースはめちゃめちゃだった。あら、そこ自然なピンク。口は自然じゃない、ほっぺたは自然ですけど。あかりんさんの B アイドルのほろ酔いピンク。セラーミはミチに限らずみんなハマり役でセプトさんすごいってなったね。多分めちゃ見てくださったのかな。イメージ。ゆうちゃんのルームで春ソングの話題になったけど、ミチが好きな春ソングは。春ソング、桜が咲いて散ったその後でです。桜の後、ミニゾンさんの録画も配信見たけど表情良かった。ありがとう。自然なことを自然にできるとうまいって感じる。あー、でもなんかさ、舞台ってさ、結構なんか舞台ですみたいな舞台の役者さん多くない？そうじゃないよみたいな、なんて言ったらいいんだろう、僕を信じてみたいな。表情豊かだから良きです。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい、めっちゃ褒められる。イエイイエイ。あはは。ベレー帽みたいなのかぶってる写真お気に入り。どんぐりの？金賞こいって言ってる。あ、金賞待ってろよって言ってます。あそこ台本なくってみんななんか。適当っていうか、その場にあったね言葉を言ってました。そう、私なんかね、前期は決まっとったんよ。で、それに続いてみんなも走り出していこうみたいな監督さんがおっしゃって、でなんか走り出しそうな人は誰ですかみたいな聞かれたら、聞かれた時に誰もね、うーんみたいになってて、おきちゃんが私を指名したから私が2番目に走り出すことになって、金賞待ってろよって言ってました。喋ってます、言ってみた。でもなんか私の役の子は人一倍合唱部にかける思いが強い
まあ、私の役の子っていうか今村なんですけど、そう、人一倍思いが強い子だったので、金賞にかける思い、金賞待ってろよっていうことで、もう絶対にそのコンクールがある、コンクールを待ち望んでるっていうことも伝わると思うしっていうことで叫びました。服の貼り方が上手だと思う。本当？ありがとう。いろいろありすぎて引っ越すことになりました。広島に引っ越そうかな。おお、広島めっちゃ住みやすいですよ。いつも未知の演技見てると感情移入しちゃう、感動しちゃう、感動しちゃう、また舞台見て嬉しい、ありがとう、見に来て。あかりんさんに迫られてる未知さんは言うてた。昨日マスクして演技してもすごいと思う。めっちゃ褒めるやん、ありがとうございます、もっと褒めて。嬉しい。長く配信、今日22時44分からの配信だから、配信時間が長いからその分褒められる時間も長いってことかしら。役者ってビジュアル以上に声が大事だと。確かに声が通るか通らないのかみたいなのもありますもんね。タクシーダッシュは違う。ココアさんの癖が強いね。インコちゃんの自己紹介は台本、ああ台本。そう、みちさん早いって喜んでた。どういうこと。まきちゃんハムスター飼い始めたって。そう、私がね、しかもね、私 LINE 来たんですけど、ハムスターいたよみたいなね、 LINE をね、その1週間2週間前にしたんですよ、おきちゃんに。そうで、あれ、これどこなんですかみたいなの言って、広島のペットショップを教えて、ここにいたよみたいないう話をして、なんか一番ね、人懐っこいところ、人懐っこい子がいたんですよ。みんな結構あのこういうさ、ハムスターが入るさ穴みたいなのあるやんか、穴があってキノコとかお家が、なんか巣みたいなところにさ結構みんな入りがちなんですけど、一人だけね、あの出てる子がいて、しかもめちゃめちゃアピールがすごかったの。なんかあのなんて言うんですっけ、ハムスターの走り回ってくるくるするやつとかに一人だけめちゃめちゃパフォーマンスを見せてくれる子がおって、でその子をね写真撮って送ったら、おきちゃんのお家にその子が来てたの。なんか私がおすすめした子が来てました、おきちゃん家に。でもいいと思う。花ね、花人気だよね。歌うシーン、みちょが一番合唱部の歌い方に見えた。そう、歌い方合唱部にしたんですよ、私。ありがとう、気づいてくれて。めっちゃこう喉の奥を開けるような感じで歌いました。そしたらでもなんかそのさ、歌ってる瞬間をさ写真撮られとったけんさ、いっちゃん最後になんかこう、なんて言ったらいいんだろうね、こうやってさ写真が出てくるところでさ、めちゃくちゃほーみたいな顔してて、あーってなった。やっぱさ、リップシーンだから、いわば普通なんかね、もっと顔気にして歌えばよかったなって思った。そうなんや、自然体で違和感ないところがすごいと思います。本当ですか、見事ございます。そんなありがとうございます。こんばんは。うれぴー、うれぴー、わかんない、ガラガラガラのやつ。未知の舞台が見てみたい、大阪で演技してください。分かった。
運営さんに大阪で舞台に出たいですって言っときますね。パフォーマンスがいい子なら名前はおみちかも。ああでもパフォーマンス、パフォーマンスじゃない、名前聞いたらまだ一旦ハムって言ったよ。そう、何するんですかね。化粧もあなたが一番良かった。本当？ありがとう。リアル感ありがとう。表情筋上げるのが正解。あ、そうなの。もしこの世界から公共が消えたら、いやハッピーになっちゃうよね。難しいね。髪切ってほんといい感じのみちさん。ねえ、私も髪切った自分の方が好きだった。みちの髪型すごく好きになりました。嬉しい。私も短い方が好き。真面目そうなキャラを短い時間でしっかり感じられました。嬉しい、ありがとう。筋トレしてた後のメンバーで一番演技が効いてた。本当？遅くなって泣くとこはバキバキに演技してた印象あります。でもね、多分ね、もなんて言ったらいいんだろう、私はなんかそうだね、もっとできたのになって思っちゃう。なんかやっぱ映像の難しいところで、一回ね、あの短編映画に出させてもらったからわかる、まあ今回の MV でもわかるとこなんですけど、あのこっちから撮りますとか、こっちから撮りますとか、こっちから撮りますがあるんですよ、映像って。やっぱり、まあ、皆さん分かると思うんですけど、そう、舞台はさ、もうさ、一つのフィールドでさ、お客さんの目がさ、そのカメラみたいなさ、どこを切り取ってもいいわけじゃないですか、舞台は皆さんがね。でも映像は一回本番じゃなくて、いろんな本番があるから、そこが難しいとこだなって思いました。一回目二回目もっとなんか体も震えるほどできたけど、その回を重ねていくうちになんか難しくなってきて、自分のこの自分の顔が、じゃあ次今村さんの顔抜きますみたいな時になった時がもう、なんか何回かやった後だったから、やっぱりファーストが一番自分はうまくいくんだなって思った。そう、可愛い子が配信してると見に来たら道でした。ありがとうございます。ぜひ最後まで見てください。そう、ハムはカニらしいよ。検索したら残念な名前だった、回し車。うん、面白い。え、落語もうまかった。嬉しい。花と陽子ね。恥ずかしくて名前は出せないけど、真村さんとお話ししてみて。なんで？意しか聞いてないやん。お話しましょう。ぜひ今受付中なので、明日までなので、ぜひお待ちしております。話しましょう。みちのミュージカルが見たい。ねえ、ミュージカル出てみたい。みちの演技もっと見たい。ありがとう。今日めっちゃはめられるから幸せそうだね。ね、そうなんです。スペサポの投稿にコメントしました。ありがとう、嬉しい。国境だよね、最初東京って聞こえた。そう、めっちゃ言われる。声ラジで初音源解禁した時もヒッピーさんに東京みたいに言われて、国境ですっていう話しましたね。そうですよね。でも確かに何も考えずに聞いたら確かにそう聞こえるなって思った。
MV の演技がすごい良かったのでアザージャケットとパネル持ち込んでいました。本当に私の、ありがとう、嬉しい。めっちゃ嬉しい、ありがとうございます。なんかやっぱり皆さんの声でなんかやってよかったじゃないけどさ、自分から自発的ではないのでなんかできてよかったなって思います。ありがとう。カラスペンで何を書いたね、何もね、何を書いたらいいか分からんくて、あのツイッターに載せたやつとなんかガラスペン初めて書きましたみたいな、あのインスタに載せれるかなみたいなやつを書きましたね。毎日配信見てます、素敵な笑顔、可愛い子に癒されますね。みちさんありがとう。毎日私仕事ですか、ユニゾンのコピバの動画、あ見ましたよ。なんだったっけ、なんか温泉みたいなやつすごかった。私もバンドしたい、ほったらかしみたいな。青いひまわり活動せんかな。みつとメンバーとの写真でチャマとチャコの写真もいつまでも待ってるね。チャコがねまだあのあんまりねこう外に出られないので、生まれたばっかりで、もうちょっと待っててくださいね。そうそうそう、今日のコーデこれパジャマなんですよ。ガラスペンの美しかった、うんね、ガラスペンめっちゃ綺麗だった。文房具屋の試し書き紙にはおしめの名前書くとか書かんとか、マジ？私あってずっと書いてますよ。あって。こんばんは。ね、いやちゃまちょこも大変、国境って知ってるけど実感ないよね。確かに、線棒ぐるぐる、スタバの店員さんにはミチュですって伝えてます。ミチュって一発で伝わります？自分はとりあえず書きやすい今村と書いてます。本当？そうでしょ。それはアザージャケットサイン会申し込んだ。何人いらっしゃるんだろう、まだ知らないんですよね。今日から一人暮らしです、頑張って、とても不安です。毎日配信してるので寂しくなったらいつでも来てください。一応自分の一番の長所って何だと思う？私は好奇心旺盛なところですね。自分のどんなお仕事も嫌だなって思ったことないから、なんかはこのお仕事転職だって思ってるけど、結局どのお仕事になってても転職だったかもしれないって最近思いました。何でもやってみたいって思います。マジか、マザージャケット申し込んだ、ありがとう。
っていきます。苦手なのはブログみたいに定期的に更新するお仕事。そう、でもそう苦手だけどもやってるから、やってないやってるで言えばやってるからいやちゃんとね更新しようとは思いました。でもスペシャルサポーター更新してるやろ、皆さんどんだけこの今見てくださってる中でね、スペシャルサポーターさんが何人いるか分からんけど、そう更新してるんですよ今日も。した、演技ならどんな職業にもなれるさ。そうなんですよ、だから私はね、あの舞台とか映像とかもそうですけど演技系に行きたくてそう、それが理由なんですよね。あと自分じゃないからいいなって思う、なんかひなとして演技しててここもっとこうした方がいいって求められるのはひなだから、そう、あとはね、お医者さんにもなれるしコンビニでバイトもできるし何でもなれるやんか、すごいよね女優さんとか俳優さんって。いつか演技でトロベさんと共演できたらいいのにね。ね、私もそれを望んでるの。みちを演じている私はね、もう演じとけばよかったなって思ったそう、でも全然演じてません、ありのままです。自分今日誕生日です。お、タソさん、ハソさん、お誕生日おめでとうございます。おめでとう、イエイエイ、おめでとうございます、おめでとう。そう、自分もさなってみたい、あの獣医さんとかなってみたかったけどさ学がないやん、だから女優さんってすごいなって思って、まあね、そう演じるためにある程度のさ知識は入れるとは思うんですけど、でもやっぱり一生人生一度のうちにいっぱいいっぱいさあ転職もさあできないと思うし、そんななんて言ったらいいんだろうね、プリンセスになって獣医さんやってコンビニでバイトして、うーん、なんだろうな、 AD さんやって、うーん、なんか牧師さんになってみたいな、こんばんは。それが唯一できる方は演技してる方なんだろうなって思うから、そうそうそう、その悪役もあるし、大強盗とかにもさ人生で一回もなれんやん、まあ、なろうと思えばなれるけど、すっごい面白い職業じゃないですか役者さんって、うん、って思うんですよね。そう、ヒーローにもスーパーマンにもなれるし悪役にも悪者にもなれる、
校生見ます、ありがとうございます。うん、そう。悪い人やってみたいんですよね。ということで、今日は歌おうかなって思ってたんだけどさ、どうしようかな。ベイビーベイビーベイビー歌って。 OK、あ、米印さん、おお、カラオケっていうの待ってた、もしや。米印さんの選曲からいきましょう。お久しぶりです。4月1日そう、お名前お呼びしたんですけど、多分いらっしゃった、来てくださってたっぽいんですけど、タイミングが合わなくて。なんかありますか、曲。KB さん、ナナさんのソロ曲楽しみ。マホピョンさんがなんか番組センターみたいなの見ました。おお、あぶねえ。こんばんは。あら、グリーンフラッシュか桜みんなで食べた。ねえ、どっちがいいだろう。どっちも歌えるかな。どっちも歌えるかしら。ピンフラッシュは最後にしようかな、じゃわかってるのに、なぜか愛
リフラッシュ最後に歌いますね。ベイベー恋にノックアウト、ノックアウト、あれ歌いたい。落ち込んでちゃいられない、そこ私は立ち上がる。スマイレージさんの曲をね歌いたいんですよ私。ママがいなくてとか、そうめっちゃ歌いたい。あのね、ここで48さんとか乃木坂さんとか、ね、坂道さん系も歌えるから、カラオケ行ったらあいこさんかハロプロさんばっかり歌ってる。歌いたいんですよ。めっちゃ好きなの、セクシーキャットとか。歌いたい。独占させてよ、せめて
わあ、2008年18、19、20、21、14年前？14年前。臭いものだらけ。オッケー。冷蔵庫に入れてたラブレースがないわ。半分だけ残して食べるつもりだった。世の中には納得できないことばかりで、生きていることさえも嫌になってくるのよ。ラムレーズン一つでガタガタ言うなよって、デリカシーのないあんたなんか死んでしまいなさい。気づいた時はここにいた、転がり込んだこの部屋は暮らしやすかった。大切なものなんだ。機嫌が悪く思ったら一晩だけばいいなんて浅はかな男。しかないか、愛想がついた関係は捨ててしまいたい。もう臭いもの蓋してた。誰も美しい世界にいたい、そう I'm sorry.
relax。 ノリノリ版リラックス。あいつにはできるわけないってみんな思ってるからさ。
確かにこういうの向いてないし一生懸命やらなくていい。頑張れって言葉これ以上言いたくない。だって君は十分頑張っていること知っているから、そこそこでいいんじゃない。無気になることない。辛くなってしまったら歩けばいいし休んだって問題ない。人は誰だってだらしない生き物だけど変わった日だったる。そうこれをきっかけにやってる人って尊敬するけどさ、そういう人って使えないのかな。やるよ僕も適当に。力の入れ具合誰もそれぞれだろう。汗をいっぱいかいてるやつとか肩で息つくやつとか、努力が見える方が評価されやすいけど、ただ黙々と自分なりのペースで突き進むやつもいるってことさ。歩幅が違えばスピードも違う。順位は競わないよ、ただゴールを目指そう。進め、落ちこぼれよ。昔のまま生きててもいいけど、かなり速く走っていたんだ。それをやる意味は何もない。しらけてるだけじゃ逃げられない。それでも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 腰を上げて、せーの、頑張れ頑張れ。どうでもいい、さあやるかやらないか、いくぞ。自分もヘタレだって思ってきた。ここで1回ぐらい頑張ったってそれは変わらないけど、なんかちょっとやってみようかな。誰だってやるときはやるよ。イエーイ。あと2曲ぐらいかな。やる気スイッチ、君のはどこにあるんだろう。見つけてあげるよ、君だけどやる気スイッチ。はい、あと2曲何かあるでしょうか。ありがとうございます。バイバイ。
ミチセンターの猫多いからセグリセリフめっちゃうまい。ほんとこのセリフめっちゃむずいよ。よくやってるなって思った。やったとき難しくて。サングラステイズ入ってないのよ。明日からのお仕事のやる気スイッチ見つかりそうな歌ね。むずいむずい。意地悪ちゃうみたいない。ラララランドセル、ラララランドセルは、これてててて牛の羽。こんばんは。そういうとこ。そういうとこ先だったっけ。フェスティバルある。最近歌ったやつをちょっとまた今度歌いますね。じゃあ STU フェスティバルにします。セブンティーン歌いたいけど入ってなかった気がする。入ったかな。彼女歌えない。ごめんなさい。盛り上がりたいやつはセブンティーン
グリーンフラッシュって春の曲なんですか？21高優さん、20位おっさん、19位 M ケンさん、18位アモズさん、17位センさん、16位ホジェさん、15位刀剣太郎くんさん、14位トントン21さん、13位ん
めっちゃ飛ばした今。18位アマズさん、17位シェンさん、16位ホジェさん、あら22位MK さん、21位アモズさん、20位シェンさん、19位ホジさん、18位ナッチャンさん、17位トーケンタロウくんさん、16位トントン21さん、15位コータンさん、14位ライソンさん、13位マサジさん、12位ブルーさん、11位昔からおじいさん、10位ギルスさん、9位ツボユウスケさん、8位コメジュルスさん、7位ジャストミタさん、6位パフィンさん、5位天皇さん、4位マサさん、3位トラッキーさん、2位ホーポンさん、そして1位はドゥルルンちゃん、ナッカンさんでした。ありがとうございました。あと何秒？それでは皆さん、明日は月曜日も頑張ってください。サポータースペシャルサポーターの方、コメントお待ちしてます。それではまた明日お会いしましょう。バイバーイ、ありがとう。